おはようございます。5月3日今日も楽しんでいこうぜ。よろしく。おはようていこう。ドキドキンドのしがしけが奪いたらどうしよう。どうする。ビクビクビビン誰かとっても素敵な印象いいよね。きっと毎日が日曜日、学校の中に夕鉢、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、子猫に聞いてもそうも向くけど、でもね、もしかして本当にできたかもしれないよ。大きな声でピカピラのはしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生君のおじさんうるさいなんて泣かれた空間、お空にピカピカピラな飛んで足でも笑っちゃえ。テストで賛成笑顔なんてドキドキワクワクは何しゅうむ。英語とはかのようないでしょいいよね。きっと毎日が誕生日、歯医者さんはずっと休み、痛い注射は柔らかいマシュマロしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑うだけ。これくらい聞いてもシーブフルだけ。でもね、もしかして本当にできたかもしれないよ。大きな声でピカピラだ、ふざけて騒いで踊っちゃえ。パパママ先生髪のおじさんみなさいなんてね、髪の落っこちだ、お空にピカピカピラだ、じゃれて走って遊んじゃえ。ジュースで乾杯、おかい100杯、元気がてんこ盛り、何しゅうむきゅう。大きな声でピカピラだ、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生、髪のおじさん、うるさいなんてね、飾った空間。お空にピカピカピラだ、飛んで足で回っちゃえ。テストで賛成、笑顔満点。ドキドキワクワクは年中無休、ずっとずっとね、年中無休。